ナミさん、お疲れ様です。今回も動画の方を送っていただきましてありがとうございました。ちょっと喉の調子悪いですけども、体調は万全です。なんかたまたまガラガラ声になってるんですけどもね、すぐ治ると思います。それでですね、今回動画いただいたんですけども、タイトルは仕事が早い人と遅い人の違い。なんですけども、今回ね、動画を送っていただいたメールの中に、結婚のことについて書いてあったじゃないですか。ですんで私がね、結婚についてちょっとお話したいなと思ってるんで、またナミさんなりのお考えも聞かせていただけたらと思います。というのが、今結婚する方がね、減ってるという話なんですけども、私のもう本当に個人的な先入観で考えていくと、そうですね、思春期、10代の頃に異性に対して強い関心とか興味を持って、それがね、やっぱこう彼女作りたいなとか彼氏作りたいなっていう風なところになって、実際に本当に 100% この人っていうのでもなくても、とりあえず、まあ、彼氏彼女みたいな感じで付き合い始めると、なんかね、お互いの異性の良さとか、それからまあ煩わしさとかね、いいところも悪いところもまずは見えると思うんですよ。でそういうことを繰り返していくと、やっぱりね、ああなんか彼女がいるっていいもんだな、彼氏がいるっていいもんだなって思える瞬間っていうのがね、見つけやすくなるのかなと思うんですよ。でそういう経験を繰り返していくと、まあお別れすることはあるんですけどもね、常に彼氏彼女がいる状態、もしくはいなくても彼氏が欲しいな彼女が欲しいなっていうふうに、だから求める状態が続くと思うんですよね。だからそういうふうになっていくと、人生っていうのは、まあ、恋愛込みでやっていきたいなとかね、モテたいなとかっていうふうに自然になっていって、で私の先入観としては、なんかいろいろ女性と付き合ってるけど、誰と一緒にいたいかなっていうふうな、すでに結婚は前提で誰にしようかなっていうふうな選び方に、だん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 ね、年を追うごとになってくるのかなと思うんですよ。で私は30半ばを過ぎてもお付き合いする女性がたまたまねいらっしゃって、まあ、それが何人もに渡っちゃったんでちょっと厄介だったんですけども、やっぱりね、本気で付き合うと将来も一緒にいることをお互いイメージして、そのことを話したりするんですよね。でそれがなかなか将来の話ができない子っていうのは、まあ早急に別れる方向になるのかなと思うんですよ。それでですね、反面ですよ、ずっと彼女とか彼氏がずっといないと、結婚の意識っていうのがね、だんだんこう遠のいていくっていうか、もしかしたらいなくてもなんとかできちゃうみたいなところで、ずっと時間が過ぎちゃうのかなと思うんですよ。もちろんどっちの人生も尊重されるべきなんですけども、いろいろあるけどね、やっぱこう人間の本能っていうものもありますし、誰かにいてほしいなとかね、誰かに愛されたいなみたいな気持ちってやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよ。まあもちろんそういうのは程度の問題だってね、あるけど、そこまで努力してまで、何とかしたいよって思わない人もいれば、何としてでも手に入れたいっていうふうに思った人もいれば、お付き合いする中でやっぱりね、どうやってでも別れたいっていうふうな瞬間が来たりとか、どうやっても別れたくないっていう瞬間が来たりとか、人間の気持ちや環境には変化が訪れますんでね、いろいろとその時その時で変わると思うんですけども、まあけどね、結婚しなくてもいいやとか、彼女がいなくてもいいやってなんで思うかっていうと、長い間で彼女がいないとそうなるんじゃないかなって気がするんですよ。どうでしょうかね。いや私はね、やっぱりね、女性から得られる喜びとか学びってものすごく大きいと思うんで、それがお付き合いをしているとかね、お互いに愛し合っているって確認を定期的にする人だったら、まさにものすごくそれが大きいなと思ってるんですよ。で私の人生の大事な時には、いつも女性がなんかね、重要なヒントをくれたような気がしますね。幼い頃は母であったり、まあ、先生であったり、女の先生であったりね、それから女の上司であったり、部下であったり、先輩だったり、後輩であったり、そしてまあ恋人ができるのは、私はね、10代の後半の頃からだったんですけども、20代になってくると、だん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 できる彼女が年下になっていって、その年が離れていくんですよね。で何回彼女ができても、もう10歳
以内の年齢差に縮まらなくなってきて、でだんだん年齢が離れていってね、15歳差になり15、6歳差になり17歳差になって、まあその時に、まあ、結婚することになったわけですけどね、まあ、年の差で選んだわけじゃないんですけども、たまたま私の目の前にいた人がそういうふうに、年齢の離れた人ばっかりでね、それはやっぱり多分私が思うに会社勤めをしている社員じゃないからじゃないかなと思うんですよ。私の場合は会社経営をしていて、大体採用する社員っていうのは一定年齢なんですよね。なかなか30代で採用するっていうのは男女ともいなくって、20代の前半とか遅くても20代の半ばで採用する人が多かったんで、私から見える景色って男性も女性も一定年齢でずっとやってきたんですよね。だからそういう中で私が関わる人っていうのは年齢が離れた人にどんどんなっていくってところもあったりとかね、でもどうなんですかね、今回は私の一人から見える景色のお話をしましたけども、なかなかこの辺ね、客観的な視点にはなれないもんで、他の人はどうだろうってあんまり思うことがなかったんでね。ですんで初めて今回ナミさんにこうやってお話してみますけども、私はずっと彼女がいるとそのうち誰かと結婚するんだろうなって気持ちがなくならなかったんですけども、もしかしたらずっと彼女がいないと、まあ結婚もできそうにないしっていう先入観ができちゃうのかなと思うんですよ。だから婚活が遅れたりとかね、あ結婚しなくちゃって思ったとしてもその時にはもう年齢が結構来ていたりとかして不利だったりとかね、で不利だと相手もあんまり見つかんないから、だんだん気持ちが萎えていってそのまま生涯未婚になっていくとかね、結婚が全てではないと思いますよ。昔から結婚しない人いましたんで、それぞれの立場を尊重するものだと思いますけども、こと結婚ということをテーマに話すとしたらね、ナミさんはどのような見解をお持ちかなと思いまして、ちょっとねお話してみました。まあでも女性が作ってくれるお料理っていうのは、男性からというよりも私はすごくありがたく嬉しいもんだと思いますね。はい、じゃあ今回以上です。お疲れ様です。